ファンタジックパレード。スカイウェーブ FM を聞いてる皆さん、こんばんは。こんばんは。ポジティブモンスタープロデューサー兼スーパーポジティブアイドル森風花です。このラジオはスーパープリティブアイドル森風花の冠ラジオ番組になっております。全国全世界にポジティブを届けていきますので、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もスカイウェーブ FM 京成ロードスタジオから公開収録をしております。本日もね、土日ということでね、たくさんの方に見ていただき本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。ぜひね、詳細なので、ね、そちらに書いておりますのでね、 Twitter や Instagram もみんなやっておりますので、フォローしてもらえたら嬉しいです。それでは、今日はですね、アシスタントに増山香菜ちゃん、そしてスーパーゲストに横宮宮月ちゃんに来てもらえるんです。ありがとうございます。噛んじゃったゲストに横宮みずきちゃんに来ていただきましたので、ぜひ、わしやまかなちゃんが自己紹介お願いします。はい、千葉県出身、千葉県在住、千葉県のソロアイドル、かなぽんことわしやまかなです。よろしくお願いします。かわいい。千葉県のソロアイドルって言っちゃった。私もいいね。間違えちゃった。千葉県の代表ソロアイドルですよね。誰なんだ一体。そりゃ千葉県のソロアイドルですよ、ね、ちょっと調子になりました。よろしくお願いします。千葉の仕事くださーい。お願いします。じゃあ、みずき。はい、はい、ポジティブモンスターのポジティブレッド担当、横宮みずきです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もこの3人でお送りしていきたいと思います。はい、今日はね、たくさんね、ほんとね、お手紙ね、ありがとうございます。こちらのおかげでね、番組を盛り上がっていきますので、はい、皆さんもね、ほんと気軽なことで大丈夫ですし、はい、質問だったりとか、うん、日常生きてて、こういうことあったんだよとか、自慢させてとかでも全然いいので、はい、お手紙の方をね、募集してるんですけど、はい、お手紙はメールで送ってくれると、うん、うちらのね、こう、お手紙共有ラインっていうのがあって、そこにペッと、ね、はい、飛んでくる仕組みになっておりますので、誰が送ったかもね、わかりますので、仲良くなっちゃうチャンスでございますので、はい、ぜひ送ってください。はい、このメールはもうすぐ送ってほしいので、頭にね、はい、巻きつける勢いでみんなで読んでいきたいと思います。ベン！怖い。いきまーす。叩き込むでしょ。はい。はい。叩きつけます。叩きつけ。info@892fm.com。ベン！info@892fm.com。 こちらタイトルにね、私とか誰かわかるようにね、番組メールとか適当に記載してもらえれば、よろしくお願いします。お手紙共有ラインにね、行きますので、ぜひぜひ本日もね、はい、よろしくお願いします。なんか抽選でグッズが当たるんですか。そうね、全然忘れてた、その告知。ありがとう。やっぱアシスタントだわ。さすがです。抽選でこれ、ね、手紙読まれた中の方で、抽選で、うん、スカイウェブ FM の、ね、グッズが届きますので、ね、欲しい。こりゃ欲しい欲しいということで、皆さんぜひメールアドレスにね、メールを送ってくれたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。本日1曲目はこの曲を聴いてもらいたいと思います。森ふかちゃんでハッピージャムジャム。正解。ファンタジックパレード。今夜もお送りしていく森風花のファンタジックパレード。今日もラジオを続いてたくさんのポジティブを発信していきます。本日はなんと、あの千葉のスーパーアイドル、小橋山香菜ちゃんにスーパーアシスタント。そして、今話題沸騰中のアイドル、VTuber モンスターの、はい、横宮みずきちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、聞いてください。今ね、帽子かぶってるんですけど。なんで急に帽子かぶり始めた。自慢したくって。似合ってます。これ、ダイソーで買ったんですよ。100円。おーって言われて。すごくない？私さ、マジ100円に見えなくない？見えない。やっぱさ、漬物ってさ、漬物。あ、身につけるもの。あ、漬物って何か。漬物。体に、キュウリ。漬物とかさ、マジでさ、やっぱこう、いい女がつけるとさ、100均には見えないよね。いやでも本当に普通に100均に見えなくて、その帽子。びっくりした。もうね、本当と撮るんだけど、それだけの自慢だから。いやでもこれさ、裏側がさ、可愛くてさ、裏見るとすごい、急にね、
ランニングしてる時にこう被る。しかもマジ、マジ薄いんだよね、生地が。うん、生地が。え、でもさ、黒だから全然わかんない、うん。そうなの。だけど、ね、全然いいし、100均って。100均、でも私マジで、なくすのね、帽子を。わかるー。帽子マジでなくすの。ほんとにわかる。あと、傘。傘は、3年前ぐらいからも、刺すとこいうことはやめたから。確かに、ね、傘刺さないわ、この人。でしょ確かに見たことない。ないよ、ないよ、ね。見たことないでしょ、あんまないでしょ。ですね。日傘も刺さないでしょ。傘も刺さない。傘も刺さない。走るよね、なんか。走る。大丈夫とか走っちゃいとか。大丈夫って言われる。私はハンカチかければとか。なくすのがもう嫌で、毎回、うん、なくしたっていう気持ちになったりとか、うん、自分を疑って生きるというか、うん、なんで私こんなことしちゃうんだろうって思っちゃって、一回一回せめて傘をなくすために、うん、でも思って、うん、傘も買わなきゃこの気持ちになるって。いやいやいや、風に行っちゃうから傘は。すごい。あれだな、いらない。今年の誕生日傘買ってあげる。いらない。だから絶対なくさないで。え、私やったことあるよ、それも。その手もやったよ。3000円とか4000円の高い傘を買ってみて、うん、そしたら違う期間で。人からもらった傘だからより。え、多分より多分一層大切にするけど、それをなくした時の方が、胸が痛いから。なるか、いらない、いらない。絶対いらない。ダメか。だからその手法のもと、私も帽子を100均で買おうと思って。でもそれはいいと思う。ダイソーで買った。わかる、いいと思う。もうね、帽子もなくすたびに、なんで自分はこんななくすんだろうものっていうので、すっごい嫌な気持ちになるから。私ももう7個ぐらい帽子なくしたよ、ね。私も14個ぐらいなくした。過去なんか100桁超えてると思う。それはやばい。すごい。なんか思う。無理。もう病気渡したら。なんでですか、なんでですかね、なんでですかね、なんか忘れちゃうんだよ。かけたらね。かけたら忘れちゃう。置いたら忘れちゃうし、そう、雨が止んでたらさ、やっぱか、あ、忘れちゃうよ、傘っていう存在をね。そう、ね、たことね。ちょっともう、アメリカンスタイルで、傘取らないので、よろしくお願いします。今日はたくさんね、お手紙が来てるので読みたいと思います。はい。ご無沙汰しております。はい。横宮瑞希に一言言いたいものです。かっこ名前は伏せさせていただきます。どう覚えがないぞ。横宮みずきの作るオリジナルドリンクはすごい。やばい。ああ、誰だポジモン界隈にいると呪文のように聞こえてくる言葉です。これは毎週火曜18時から文京区の湯島で開催されているポジモンカフェの話です。はい。酒を酒で割る。いや、足してるやんけ。そんな話が始まりでしたが、私のそれはそんなもんではありませんでした。え？なんだろう。その日は6月にもかかわらず、30度を超す暑い日でしたが、うんうん、推しの鷲山さんに会えるのが楽しみだったのと、はい、疲れていたので、オリジナルのフードの油そば、そばが身に染みた記憶があります。うん、美味しかった。何がきっかけだったかわかりません。ついに、横宮みずきが、私のドリンクを作ることになりました。ありがたいことに。周りの意見を聞かず、彼女は笑いながら、常温のバーボンを手に取り、なみなみ注ぐと、次に手にしたのは、ニンニクのチューブでした。しかも、特大の。私は目を疑いました。思わず、いやいや、やめてくれと、発しましたが、時すでに遅し。完成したのは本当に世界で一つしかないオリジナルドリンク。私は迷いましたが覚悟を決めてグラスを一気に飲み干しました。かっこよかったよ。そこからの先の記憶はありません。やめめめめ。唯一覚えているのは横宮みずきへの感情と鷲山香菜が可愛かったことだけです。感情。ラジオをお聞きの皆さん、そしてね、こう来ていただいてるお客様、ぜひポジモンカフェに行かれてはいかがでしょうか。ラジオネーム名前は伏せておいてくださいのお手紙でした。ありがとうございました。あ、名前言ってるじゃん。今名前伏せておいてって言ったじゃん。どういうことですか、あんた。ちょ、これを説明してくださいよ。何これすごいよ。なんでさ、ニンニクのチューブのドリンクを作ったの？冷蔵庫にあったんすよ。ニンニクが。あった、ね、あったね。見たことないなと思って、ニンニク入れる人。はいはいはい、はい。で、なんか何でもいいよって言ってくれたんで。本当に何でもいいわけあるか。なんか、だから何でもいいかと思って、誰も作らないような印象に残るものを作ろうと思って。爪痕を残しに行ったわけですね。そうです。で、なんかまあ大丈夫っしょって思ったんですよ。そこまで、キラキラなるほどではないだろうなと思って、
って作ったらなかなかダメージがでかかったみたいで恨まれました。いやすごいよね。でもこれも一個の伝説になってるし、これも噂よ。ほんとなんか噂ですか。水木がなんかオリジナルドリンク折りかくってよく言われるやつにニンニクのチューブ入れたとか、うん、あとは私がワングラっていうそのカフェ、あの渋谷のカフェに、あの1日目だからさ、初日はポジティブモンスターがこう新人アイドルとして、はい、もしかして私もワングラ知らなかったから最初、うんはい、なんか嫌な先輩とかに目つけられたりとかして嫌だなとか思ったから、なんか強気で行こうと思ってこっちがプロデューサーとして、はい、だからもう好きなもの飲んでくださいみたいな、キャストさんにこう、もう飲んでください飲んでくださいみたいな。で、私一番飲んで、もうガーってもう酔っ払いまくって、皆さんキャストリンク何でも飲んでくださいみたいな、ちょっとお祭りを起こしたの。で、まあ、そこで、まあ、あの、おもろいって思ってくれたし、あの、とてもワングラはいい方ばっかりで、本当に店長さんもすごく素敵だったし、私がこんな異性を放たなくても、全然大丈夫だったんですけど、一個事件が起きて、多分その、コンカフェさんとかさ、めちゃくちゃ流行ってるからこうやってやってるんですけど、あんまやったことないからさ、多分やり方がいろいろ分かんなかったと思うんだけど、キャストドリンクって言って、あの、キャストさんにね、ドリンク一杯どうぞっていう仕組みがあるんですけど、それを、こう、出演してる水木にもね、こう、いっぱいいいよって言って、こうあげて、はい、ありがたいふーちゃんからみんなにこう、一杯ずつどうぞみたいな感じで、水木にあげたんですよ。ストローがついてるんですけど、みんなで乾杯して、乾杯って言ったら、チュル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 って、全部飲んじゃって。一気に一気に、その場で一気にチュルって全部飲んじゃって。いやいや、私の1000円と思って。私のさ、店に切ってさ、小島のためにと思ってさ、別にいいよ。でもこういうのは大切にちびちび飲むっていうか、まあ、新人だしね、いいんだよって言ったら、すいません、こういうのは一気するものだと思って。乾杯したら息だと思ったと思って。社会人で、それで覚えたんだよね。キャストドリンクは息しないっつって。今でも語られてますね、本当に。伝説だね。知らなかったです。すごいよね。だって私が初めてポジモンカフェにさ、お邪魔した時もさ、そう言われたもん。伝説があるんだよって。あの、噂。そう、店員さんから、その、ポジモンカフェの店員さんから、あの、そう、みずきちゃんの折り角だけは頼まないように、かなちゃん気をつけてねって。なんでですかって言ったら、あの、お酒を割るっていうことわからないから、お酒とお酒になっちゃうからねって言われて、あ、ダメだ。わかりましたって。すごい、最初の方めちゃくちゃ言われたもん。水木さん、水木さん、水木さん、手を止めてって言って、違うって言って。めっちゃ言われましたね。めちゃ懐かしい。あの、気になった方はね、ぜひ、ポジモンカフェ、毎週火曜日、あの、6時から、10時まで。エンターテインメントカフェですね。ぜひ、あの、今流行りのね、コーンカフェみたいな感じなので、はい、アイドルはあんま知らないよって方でもね、そこから好きになってもらったりとかして、うちらライブ、あの、スーパープロフェッショナルでね、ライブめちゃくちゃ楽しんで、はい、カフェイベントと、あの、ライブのね、ちょっと違いとかも楽しんでもらえたらなって思いますので、ぜひ、ポジティブモンスターカフェ、あの、遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。本日は改めて、わしやまかなちゃん、ポジティブモンスター横宮みずきちゃんに来てもらいました。はい、やったー。今日はですね、ちょっとあの、この収録が終わった後にね、はい、ご飯に行こうと思っておりまして、3人で。みずきね、めちゃくちゃ最近頑張っておりますしね、ポジティブ、はぁーって新しい。ありがとうございます。頑張ってですね、ちょっと美味しいもんでもね、食べに行こうと思うんですけどね、まあ最近めちゃくちゃ暑いのでね、いっぱいご飯食べて元気出してね、はい、あの、行きたいですね。てかもう本当に暑いよね。暑い。めっちゃ暑いです。本当に暑いから、もうみんなもさ、長生きしてほしいから、いや、長生き。ちゃんと見つめは。本当によろしくお願いします。うん、ということで、ちょっと、ね、嬉しいお手紙が一個来ておりますので、うん、読みたいと思います。はい。はい。こんばんは。毎週楽しく聞いております。森風花ちゃん。ティフ内の TGIF2013 トークの部のメイン MC おめでとうございます。おめでとうございます。発表を見てやったーってはしゃいでおりました。参加のアイドルちゃんたちと盛り上がって楽しい時間になりそうですね。ラジオネームみなこちゃんありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。だから今年もティフにちょっとまたちょっと MC として出演させていただくんですけども、いや本当にこの TGIF っていうのは私がフリーになってすぐ呼んでいただいて、まあ水着のチェキ。を、まあ、販売したりとかする、
イベントでございまして、うん、今回は、オンラインのチケットっていうか、チェキプラス、うん、現場でね、チェキも取れるっていうのがあるんですけど、うん、DJI は出演が決まったんですけど、うん、まあ、追加で、オファーをいただきましてね、最終日、ティフの最終日の、ベイギン MC としてね、ちょっと、頑張りたいなと思っておりますので、いやでもこれはほんと TJF でみんながね、チェキめちゃくちゃ頑張って買ってくれたりとか、それが絶対次につながっておりますし、うんうん、いやでもなんかね、やっぱ MC って嬉しいよね。ちょっとなんか、出演者じゃなくてさ、うん、MC って嬉しいよね。すごい。似合ってます。なんかさ、一回完売してもさ、うん、もう一周みたいなさ、頑張ってたじゃないですか。すごいし。やっぱそういうの見てくれてるんだね。ね、もう一枠もね、完売したりとかしていただいて、うん、本当に。いや、みんなのおかげさまです。応援してくれてる方がね、毎日仕事取ってくれてる。ありがとうございます。嬉しい。みなこちゃんめちゃくちゃ頑張ってくれてるから、いつも。こうやってね、MC を勝ち取れたのは、そういう皆さんの頑張りも絶対ありますのでね、頑張って、ディフ盛り上げていきたいなと思います。素晴らしい、はい、でございます。いや、なんか今年はスナック梅子って言って、うん、毎年、私メンテナンスっていうメンバー入ってて、毎年出れるステージがあるんだけど、うん、それがいつもはティフの、トークステージの3日間、夜3日間全部なんだけど、うん、今年は最終日だけになってて、うん、これ多分ワンチャンティフに出演してる子だけしか呼ばれないかもしれないし、もう今さ、一週間前ぐらいだけど、まだ何も言われてないから、連絡私からもう一回するけど、トークステージ出れなかったらどうしようって思ったから、まあでもちょっとでも今年もね、ティフに関われてよかったなって感じなんですけど。さすがです。いや、来年はポジも出ような。出ます。出よ。出ます。出ましょう。絶対出ます。私もめちゃ頑張るから。ドキドキしてきた。ドキドキした。頑張って、めっちゃドキドキした。私もちょっと営業頑張って、呼ばれるようになって、はい、そう、呼ばれたい。呼ばれるっていうか、その、一回呼ん、ディフの、人をちょっと、ぜひ来てくださいって言うから、うん、そのために、いいパフォーマンスして、はい、くれたらさ、デザインとかもあったら、はい、あ、ポジもいいなって思ってもらえるから、はい、任せてください。あと1年ちょっと、はい、またティフまで踏ん張りつつ、やっていきましょうや。頑張ります。頑張りましょう。楽しみ。お願いします。いいね。やっぱ夢があると、この間さ、なんか楽屋トークしててさ。あ、そう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 。そうもうポジモンのさ、なんか、3年、私なんか今の子たち、採用するときに、うん、最低3年は、頑張ってもらいたいなって、そういう子と契約したいですって話をして、うん、まあ、ホップ、ステップ、ジャンプみたいな感じで、3年一緒に頑張ろうみたいな話してたんだけど、うん、3年の目標っていうか、はい、結構、近い未来は、例えば TIFF 出たいとか、いろいろ、ラジオ出たいとか、いろいろあったけど、うん、みんなのさ、4人の共通のでっかい目標を作ろうよみたいな話になって、はい、何しようかって言って、私はもう分かりやすい、例えば本当に武道館に立つとか、はい、いろんなのがいいと思うんだけどって言って、でも、水木とかと話してて、やっぱ紅白じゃねってなったんだね。紅白いいよね。分かりやすい。そう、分かりやすいし、目指したいし、BiSH、うんうんうん、ってさ、紅白出たんだよね、確か。出たよ、確か。出てるよね。確か、ビッシュ出てる。出てない？ちょっとわかんない。え、そっか、なんか、出てたようなビッシュさんは、確か、横浜アリーナとかもやってたりとか、うん、やられてる。もうアイドルからそうやってさ、めちゃくちゃメジャーになってるからさ、うん、ポジモンも夢じゃないと思うからさ、うん、なんか、大きい夢持とうよ。いやー、本当に、持ちたいですね。うん、なんかないの？これは？みたいな。え？私、地元が埼玉なので、埼玉スーパーアリーナとかに立ちたいって、めちゃくちゃでかい、でかいんですけど、でかい夢、埼玉スーパーアリーナいいよね。すごくいいところなので。でかい夢言ってたわよ、どん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 。東京ドームですかね。いいね、推しの子もね。あ、そうですね。推しの子見た？あ、見てます、見てました。私も最後まで見ました。見たよ、私最終回まで。あ、見たの？見た？まだ最終回まで見てないから言わないで。ああ言わないで。誰だ？よかった。すごいですね。ネタバレしない程度に。いいよ、ほんとに。うん、ネタバレはしないようにするわ。うん、これなんか、今ほんとラジオとかじゃなかったら、ビル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 とか言って、全部ネタバレして、なんかやろうと思ったけど、さすがになんかネタバレしないでっていう人がいるかもしれないから。うん、そうだそうだよ。そうですね。アニメとかさ、最近、全然見ないタイプだったんだけど、推しの子だけはもうほんとにいろいろ見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 ろって言われてたから、見たんだけど、はい、めちゃくちゃ今のアニメってさ、スピード感早くない？うん。一個見逃したらさ、もう分かんない。違う。もう、なんか成長したりとかさ、してますよね。サザエさんとかだって一生成長してないじゃないですか。サザエさん確かに、クレヨンしんちゃん
とかね。そうそうそう。ああいうのしか見てなかったからさ、推しの子めっちゃ成長するし、なるほど、そういうめっちゃいなくなってるし、確かに。確かに。すごいなと思って。確かに。あと推しの子の話まだしたくてさ、フリーのアイドルじゃん。あ、うん、有馬かなっていうキャラクターがいて、うんうん、あれフリーのアイドルなんだけど、うん、フリーランススペースアイドルって調べるとさ、うん、私が一番最初に出てくるんだよ。そうなの？だからさ、私にインタビューしろよって思った推しの子。フリーのアイドルって本当に今まであんまいなくって、で、私もユニット辞めたのが2020年なんだけど、うん、そう、なんか、フリーでアイドルやるなんてこと思ってもなかったんだけど、クラウドファンディングやって、事務所入らずやろうっていうのをいろんな人が言ってくれて、ふかちゃんだったらその新しい形作れるよみたいな感じになって、うん、私がやり出したら確かに本当に流行り出して、めちゃくちゃ増えたんだよ。なんかユニット辞めてフリーでソロアイドルとか、アイドルやるっていうのを。え、本当だ！え、だよね！出てくるでしょ。うん、なんかフリーランススペースアイドルってやったら、フリーランス仕事とかはもちろん出てくるんだけど、うん、その下に、森風花が一番最初に出てくるオフィシャルサイト。すごいすごいこれめっちゃ課金とかしてないし、うん。で、しかも私の携帯だからそれ出てくるのかなと思ったら、いやいやいや、違う人の携帯でも出てくるから、じゃあ有馬かなを見て、ちょっと、見た、取材してほしかったなって思ったし、うん、そう、新しいムーブメント起こしたって思っちゃってるよね、私は。すごいね。そんなことある。でも推しの子はね、見てない人は絶対見てほしいんですけど、うん、めちゃくちゃリアルで、本当になんか、多分本当にさ、このフジテレビとかのさ、ティフとかにも多分インタビューされてるぐらい、そう。ティフも超リアルだし、話もめちゃくちゃね、リアルなんで、うん、ぜひ見てほしいですね、アイドルファンの方々は。はい。はい、確かに。確かに。素晴らしい。ということで、次はね、かなちゃんの曲を聴いてもらいたいんですけど、うん、楽曲紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい。かなちゃんもね、フリーランスアイドルなのでね、はい、ぜひともね、この曲をね、この曲サビでお尻フリフリして踊れるところがあるので、はい、あわよくば、先週の、みじゅきまるの、なんだっけ。言えてる。あわよくばじゃなくて。なんて言い続け。あらばしたみたいな。あらばしたあらばしたみたいな。あらばしたかった。先週ね、不思議な、会話がありましたけど。お借りしてあわよくば、はい、あわよくば ね、 ね、お子様から、はい、おじいちゃんおばあちゃんまで踊っていただける曲になってほしいなと思っております。ましょう。はい、聴いてください。増山かなでフォーカス。ファンタジックパレード。はい、ここではですね、夏に関するお手紙をいただいたのでお手紙を読みたいと思います。おラジオネーム、みなこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。毎週楽しく聞いています。先日同僚と彼女の二人の娘さんのプールの引率をしたんですけど、流れるプール行く、ウォータースライダー、スライダー行くとあちこち駆け回っていて、なかなかエキサイティングでした。すごい。人もいっぱいで、3年間こういう光景見てなかったよなぁと不思議な気持ちになりました。プール側の売店でフライドポテトを買って食べたり、ホットドッグ買ったりってこと、あと、うわぁ、これ私も子供の頃やったなぁってことがじわじわ思い出されて、楽しい一日でした。皆さんも子供の頃のプールに関して覚えてることはありますが、か、これから、これからも応援しています。ラジオネームみなこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。子供の頃のプールってさ、めちゃくちゃ楽しくなかった？めっちゃ楽しかった。その日のさ、うん、サマラの連れてってもらった日とかさ、もう、ぶち上げって感じだったんだけど。好きそう。ぶち上げ。嫌だったプールもしかして。うん、あ、そうじゃん。なんで？ちょっと先に聞かせてよ。楽しい話。いや、ユネッサンとか、うん、プール、うん、流れるプールとか、はい、プール基本めちゃくちゃ大好きだったから、はい、もう、一人でもう、イエーイみたいな、もう全員が、めっちゃ想像つくな。好きそう、やっとユネさんだ、みたいな。あと3日寝たや、ユネさん、みたいな。箱に箱に、みたいな感じで。とにかくもう、アクティビティ大好き子供って感じで、小さい頃はね、連れてもらったりとかしてたから、プール大好きだったし、それこそほんとなんか、これ食べたい、あれ食べたい、これも食べたい、あれも食べたい、みたいな感じで、一口だけ食べて、もうお腹いっぱい、お腹いっぱい、みたいな感じで、子供の頃は遊んでましたね。かわいい。あんたは？あんたはですね。雑だな。結構小学校の頃、うん、そのお台場合衆国にめちゃくちゃ家族で行くのがもう恒例になってて、本当に、いいね、その時だけもう家族で出かけてました。仲良く。プールないの？プールは行ってないですね。あ、プール？ああ、お台場じゃなくてとか。あ、そうそう、プール行ったことある。行ってました、友達と一緒に。白子場と？
っていうのがあるんですけど、埼玉。今話題のあれよ。そうです。あの、撮影会とか。あ、そうです。白子場。なんか今使えなくなったのかな、あれ、みたいな噂を聞くんですけど。はいはいはい、はい。めっちゃ行ってました。でも合衆国とかさ、いいよね、あれさ。家族で行くか。夏休みって感じ。あれ、死ぬほど並ぶよね、いろいろ。確かに確かに確かに。めちゃくちゃ並んでます。ご飯食べるとかもね。でも楽しいんだよね。楽しいしさ。楽しかったね、あれさ、あの、夏休み明けのさ、うん、家族とここ行ったとかさ。ああ、いろいろ。自慢大会とかさ、自慢大会とかさ、合衆国行って、なんとか見たみたいな。言いました、言いました。ウエンツ見たとかさ、芸能人と会えるみたいな。はいはい、ありますよね。お土産配ったりするよね。そう、懐かしい。当時ヘキサゴン流行ってたからさ、あのヘキサゴンのなんとか見たとか。ヘキサゴン懐かしい。うん、あった。だから、水木は微妙に世代がちょっと被ってんだね、軽く。ヘキサゴンわかるの嬉しい。めちゃイケとかヘキサゴンとか。あるんだ。そこの時代でしたね。被ってる。そうそう、ヘキサゴン見てました。その時代絶対に違うだろう。見てました、ヘキサゴン。あれなんか、こういうなんか。年ごまかしてる、ね、えー、あれ、ほんと、30? あれ、じゃあ知らないっす、ヘキサゴン。知らないかもしれない。あ、知らないか。私の知ってるヘキサゴンじゃないのか。多分ヘキサゴンの人ら先だと思った。違うのかあれ。おもろいな。合宿いいよね、でも。めっちゃいいです。え、かんちゃんプールは行かなかった？かんちゃんね、プールね、すごい苦手だったんだよ。泳げないんですよ。泳げなくて、なんか、小学校ってさ、プールの授業あるじゃんね。うん、あれでさ、なんか分けられるじゃん。わかる？なんか、イルカさんコースと、みたいな。めっちゃ泳げる人と。バタバタする人と。そう。A、B、C とか。そうそうそう。一生メダカさんコースだったの。かわいい。マジで抜け出さなくて。何やんの？え、ビート版。あーしかやらせてもらえない。いました、いました。つまんないじゃん。確かにつまんない。マジでつまんない。1時間ずーっとビート版やらせられるわけ。え、なんこの地獄みたいな授業と思って。いました、いました。私、本当にプール苦手だから、うんうん、中学校とかわざわざプールがない学校にママに頼んで変えてもらって。そんな学校そうそうそう。それぐらいトラウマなんよ。すごい。なんか泳がなきゃいけないみたいな気持ちになって、別に、この間ね、ふーちゃんに怒られたんだけど、なんか海とかさ、プールとか誘ってくれるってたの、今まで結構。でも一回も一緒に行ったことなくて、で、なんか、あんたなんでプール行かないのみたいな言われて、だって泳げないもんって言ったら、泳がなくていいんだよみたいな。泳がなくていいんじゃない。そうです。浮かんだりとか、あと、周りのお菓子とか、ご飯みたいなのが楽しいんだよ。それを見て、ハッとして、確かに。そっか、みたいな。こうやって泳がないですもんね。そう、私行けるわ、プールとんって。そう、ぜひ。やっと行けるわ、だから。プールなんて泳がないよ。いや、だから、プールに遊びに行ったって記憶マジないのよ。楽しいよ、プール。ないの。水着姿見たことない。でしょ？あんまないよね。温泉は大好きなんだけど。ああ、なるほど。温泉はよく行くけど、泳がなくていいからね。そうだね。泳いじゃいけない。泳いじゃった。誰もいなかったからね。誰もいなかった。そう。なんかちょっと、私が、後から入って、なんか誰もいなかったの。で、ガラガラガラって開けたら、森文化が。おやばい、やだ、ほんとにやだって。すごい。見てさすがですね。楽しそう。確かに。あ、じゃあ、新しいか、いい思い出作りたいんで。そうだね。連れてってください。行きます、行きます。それこそでも去年の誕生日とか、私、ミラコスタ友達っていうか、そう、かなちゃんと。いや、そう。あれぐらいしかないよ。つかさちゃん3人で泊まったんですけど、その時にちょっと、プール行きたいって言ったら、誕生日だからいいよって言ってくれて、一緒にプール行きたい。本当に行きたくないから。そうそう。誕生日だからやっぱ、やりたいこと、みたいな。え、ちょっと、今年の誕生日なんかしようね。でも、うちは二人の誕生日って感じで、熱海旅行に行ってきたんだけど。ああ、そうです。そう、誕生日あたりもなんか遊べたらいいな。アクティビティしたいな。アクティビティ好きね。アクティビティ大好きなんだよね。大人になってもさ。楽しい。なんか川下り、ラフティングとかも好きだし。すごい。何でも好きなの、そういう自然のものと。キャンプとかも好きだし。ああ、やったことない。キャンプない？ないです、ないです。キャンプやろうよ、今度みんなで。やりたいですね。やろうやろう。絆深まりそう、私。ポジモンのキャンプめっちゃ面白そう。ポジモンと、コティ山と、ヨシカと、私と、富山葵ちゃんとかも、せっかく誘って。すごい。わしも多分何も、ちょっと。いや、結構やりそう。結構ちゃんと手動かしそう。ね。手は動かすかもしれないけど。確かに。怖い。キャンプも怖い。もう全部怖い。もう全部嫌だ。キャンプ怖いですよね。なんで怖いの？怖い怖い怖い。クマ出ますよね。クマ出ますクマは多分そんな出ないと思う。奥山
遠く。なんかマジのキャンパーのこと言ってる。あの、違うんですか？ガチの、ね、軽いキャンプだよ。軽いキャンプがあるんですね。軽いキャンプ。じゃあ大丈夫。キャンプ場とかでやるキャンプでしょ？そうだよね。あ、出ないですか、まあ、あんま出ないと思うけどね。じゃあ行きましょう。行きましょう。行きましょう。怖い怖い。キャンプ楽しいよ、ほんと。すごい。涼しくなったらキャンプ行こう、みんな。ぜひ。ぜひ行きましょう。思い出いっぱい作ってね。うん。その思い出もね、プールも今年行けたらいいなって思っておりますのでね。ね、放送されてる頃に行けてるかどうかわかんないですけど、ぜひかなちゃんもプールに誘いたいと思います。はい、やだー。そしたら TikTok も撮ろうね。うん。はい、そんなこんなで、はい、この曲を聴いてね、ふーちゃんのこといっぱいいっぱい好きになってくれたら嬉しいです。キュラン。それでは聴いてください。ふーちゃんナイトフィーバー。はい、今回はですね、初めてお手紙を書いてくれた方もいますので、ちょっと読みたいと思います。はい。ラジオネーム、ファンタジックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ふーちゃん、わしこさん、ポジティブモンスターのみずきちゃん、初めてのお手紙です。相談があります。あら。職場での人間関係に悩んでいます。うん、具体的には上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかず、ストレスを感じることがあります。うん、人に思いを伝えるのがとっても苦手です。うん、私はどうすればうまくできるのでしょうか。うん、同じようなことを、同じようなことで悩んだりしてないでしょうか。何かアドバイスがあればお願いします。というお手紙をいただきました。なるほど。これわかるよ、めちゃくちゃ。うん、私さ、結構、うん、小中高、うん、専門学校、うん、会社とかいろんなさコミュニティとかあるけど、はい、やっぱどこでもやっぱこうめちゃくちゃうまくいくってわけじゃなくって、うん、やっぱこうこれ言ったら嫌われるかなとかさ、なんかこう最初特にすっごいもう人一倍多分気使うっていうか、みんな多分緊張すると思うけど、うん、これ、まあ、どこのポジションに行ったらいいんだろうとか、先輩怖いなとか、この上司挨拶無視した怖ーとか、めちゃくちゃいちいち気にしてたタイプだったんだけど、でも、なんかこう、慣れてきたら、だいたい同じキャラに落ち着くのね。だから自分のキャラが多分あるから、なんとなくこう、なんだろう、こう、盛り上げ系かつ、うん、こう、ちょっとおバカだけど、みんなが助けてくれるみたいな、おじさん一応どこでもなってたんだけど、うん、それになるまでの時間が、若い頃、うん、めっちゃ時間かかって、それがストレスだった、確かに。それと、年が解決したじゃないけどさ、うん、なんとなくさ、こう、なんだろう、慣れてくるというか、うん、でもその答えが今私は見つかってないから、今アドバイスをなんてしたらいいんだろうと思って、どっちタイプだった？コミュニケーション。私はね、うん、いじめられるタイプだった。意外。いじめられちゃうの、バイト先とかでも。なんか、その、真面目にやるがゆえに、なんか謎のポジションとかに入れられちゃう時があるのよ。はいはいはい。全然できないくせにバイトリーダーとか。そしたらさ、できないからいじめられるじゃん。なんでお前バイトリーダーやってんねんみたいな。でもやりたいですなんて言ってないんだけど。そこになるタイプだったんだ。いじめられるから、一個だけ私がアドバイスをできるとしたら、とにかく人の悪口は絶対に言わない。そうすれば別にどんなにいじめられても一生懸命頑張ってれば絶対その人は悪くないし、あとできないことがあったりとかしても、結局、その人は悪気がないけどできないことなんだって時間が経てば周りの人が理解してくれるじゃん。そしたらだんだん上手に付き合えるようになってくるけど、そう理解してもらえるまでさっきふーちゃんが言ってたみたいに時間かかるけど、その間にどんな嫌なことがあっても悪口さえ言わなければうまくいく。最終的に。すごい、そう。いや、思った。それで言ったら、うん、あと、人とは、あと、これ、いろんな本とかさ、やっぱ読んだりとかしたときに、うん、なんか、人と人は基本、やっぱ、交われないものって思って、自分は基本的には理解されないんだって、ちょっとは思っとけば、うん、なんかこう、なんでうまくいかないんだろうっていうよりかは、うん、別の人間だもんな。仕方ないとか、どっかで、どっかでなんか、しょうがない、仕方ないっていうポイント、うん、っていうかもう、気にしすぎないポイントみたいな。うん、ステポイントを探して、
自分は自分なりに確かに本当一生懸命頑張って、うん、悪口言わないで、うんうん、なんかこう明るくじゃないけどさ、明るくしようと思って、こう、接してたら、確かにそんなめちゃくちゃ大きい揉め事にはなんない気がするよね。ね、なんかね確かに。うん、そんな気がする。そんな気がします。すごい。ゆずきはコミュニティマスターじゃないのも結構。確かにコミュニティマスターそう。ちょっとだからアドバイス、うん、多分あんたの方が上手い気がするけどね。確かに。私もこのまんまなんですよね、本当にちっちゃい頃から。それがいいんだよ。いいね。だから、でも多分同じだ、今言ってた通り、うん、世界みんなが私を好きなわけがないから、別に嫌われたとこでヘでもない。うん、って言別に自分のありのままで生きるべきだから別に遠慮することはないって私思っちゃうんですよ。かっこいい。なんでそんな遠慮するんだろうってめっちゃ思っちゃって。そうだよね。まあ多分親じゃない。親がいい教育。本当自由に育ってきたんで。だからニンニクのチューブもやっぱ入れる。別に。そう別にヘロかっぱら、うん、私が飲むわけでもないし。自分飲まないしみたいな。そういうことじゃない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 。でもちょっとこう、関わる人に別に嫌われても、うん、そうですよ、みたいな。でもこれ多分いいアドバイスじゃない多分、うん、みんな多分、うん、そうだけど、うん、そう、そう上司や同僚だけど、うん、そこのコミュニケーションがなんかうまくいかなくても、難しい、ね。まあ、別に難しいのはわかるけど、ね、仕事ってさ、多分やるべきこととかもあるから、うん、あんまり人間関係気にしすぎない方がいいよね。そうね、うん。自分で。それ気になるってことは頑張ってるってことですよね。そう、めちゃくちゃ頑張ってる。偉い。ファンタジックさん、頑張ってるよ。偉いよ大丈夫だからね。あとなんかこういやいやしんどい時にさ自分の曲とか聴いてもらえばさ、うん、それでいいやんって思えるからさ、うん、ぜひサブスクでねいろいろ曲聴いて、はい、プラスに持っていくっていう自分のスイッチをね、うん、作ることが大事だと思いますのでね、ぜひちょっとアドバイスになったかわかんないですけど、うん、これからもねお手紙いただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。あともう一個読みたいと思います。ラジオネームすっとこどっこいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。番組へのメッセージとふーちゃんからぽんポジモンこんばんは。すっとこどっこいちゃんだよ。すっとこどっこいちゃんはね、アイス大好きなの。あ、そうなんだ。ミルク系も好きだし、フルーツシャーベット系も好きだし、アイスなら何でも食べちゃうずら。いろんな種類があるけど、みんなは何が好きずら？おいら、気になってるんじゃもん。うん、教えてほしいずら。そういうお手紙です。ありがとうございます。夏なんでね、好きなアイス教えてください、二人とも。かなちゃん、何の味好きですか？私は、好きなアイスは、めっちゃ食べてるイメージある。あ、そうなんですか？一番好きなのは、うん、ハーゲンダッツの、うん、あれ、なんだっけ？忘れてた。クリスピーみたいなやつ？そう、の、キャラメル。あれは、もう、ね、家の近くにコンビニあるんだけど、はいはいはい、今日は頑張ったでしょうとか、あと、ああ、もう今日めっちゃ嫌なことあった、なんなのみたいな日は買って帰るって決めてます。ああ、いいねー。ちょっとした自分のご褒美って大事だよね。大好きだね。大好きですね。大好き。どうですか？アイス。アイス。パルム一択。ああ、パルム美味しいよね。本当に一択です、もう。マジでうまい。美味しいね。なんすかね、あれ。なんすかね。なんすかね。最近ヨギボも出て、パルムの。ヨギボ？そうなんです。え？パルムの、どういうこと？どういうこと？なんか箱型のヨギボ。ね。そうです。みんなわかるね。ヨギボーが出たんですよ、バカでかいやつが。寝れるってこと？パルムで。あ、もう、ブーって。寝れるんですよ。ぜひ買ってください。何それ買わないか。あれ買わない。美味しそうかなと思ったんですけど。あれ？あ、ナイス。はい。なんか誰か。あ、買ってくれる。買ってくれる。誕生日かな。もうすぐ誕生日だから。すごいじゃん。パルム大好きです。私あれが好き。サクレ。ああ、レモンが上に乗ってる。かき氷だ。かき氷だ。なんか、ふーちゃん、あんまりさ、めっちゃ甘いもの食べんよな。クリームだ、アイスクリームとか、そういうの好きじゃないから、あんまり、好きじゃないってわけじゃないけど、あんま食べないから、シャクシャクする。うんうん。シャクシャク。シャクシャク系だったら全然食べれる。あ、そうなの、確かに甘いものはあんまり。そう。シャクシャク系が好きです。いつももらってるもん、なんか。そう。ああ、甘いものすぐあげちゃう。出たりするじゃん。ご飯でさ、一緒に出たりする。ありますよね。全部もらってる。そう。備えで。食べるのよ、この子いっぱい。ええ、意外ですね。そう。食いしん坊。ええ。かわいい。食に関してはすごいよ、本当に。ストイック、そう。ストイック。食にストイック。食にストイック。うん。おっしゃってました。ストイック。まあいいですね。アイス。アイスいいな。アイス。ありがとうございます、ストック。ストコドコイさんはね。ストイック、アイスが好きなんだね。キズラ。キズラ。キャラが濃ゆいね。ズラ。もう全然こんなお手紙でもいいのね、こんなお手紙。
紙でもいいんで、も気軽にね、お手紙の方まで送ってくれれば、私たちすっごく嬉しいでございますのでね、うん、これからもラジオを盛り上げるためにも、あなたからのお手紙をお待ちしております。いつも考えてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。のファンタジックパレード、あっという間にエンディングとなりました。暑い中ね、本当に見てくれた皆さん、そして来てくれた鷲山かなちゃん、横宮みずきちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。もうね、夏が終わって秋になり、はい、冬となり、うん、日本には四季があっていいですね。おー、いいですね。深い。かわいい。なんかいいこと言った、いいこと言った、みたいな顔してる。褒めて、褒めて、褒めての顔してる。褒めて、褒めて。いいこと言った。四季があっていいですね。そんな四季とともに、このラジオが、ね、成長していくことをね、ますますお祈り申し上げます。これね、あのね、そうなんでね、はい、ちょっといいんだけどさ、なんかさ、続けるともうどんどんこうなっていくよね。そう、毎回そう。出だしは。はい。出落ちの女でした。さて、そんな私の番組ですが、全国どこからでも聞けるサイマーラジオから聞くことができます。はい、ぜひ毎週聞いて広めてくださいね。お願いします。詳しくは、スカイウェブ FM のホームページ、はい、もしくは森ひかちゃんの SNS をチェックしてください。うん、そして、公開収録の様子が、放送日翌週20時に、スカイウェブ FM の YouTube チャンネルにアップされますので、そちらもチェックお願いします。よし。はい。そして、最後に告知をさせていただきたいと思います。はい、かなちゃん。はい。はい。8月。25日に、代々木でライブがあります。はい。そして、8月26日に、私主催のカフェイベント第2弾を開催します。イェーイ。八熊カフェさんで開催します。で、ゲストにね、可愛い女の子呼んでますので。可愛い女の子。まだ秘密だった。可愛い女の子呼んでますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ポジティブモンスター、8月20日、あさって、夏美の生誕祭がございます。まだチケットがありましたら、ぜひ皆さん、お買い上げください。お願いします。そして毎週、火曜日はポジモンカフェをやっておりますので、ぜひ、ポジモンの SNS をチェックして、予約して来てくださって嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、8月の26、27あたりでですね、ちょっと新しい、解禁する、番組といいますか、ちょっと、出演がございまして、これはポジティブモンスターと森風花ちゃん、両方とも出演が決まっておりますので、しばしね、情報公開をね、楽しみにドキドキして待っていてくれたら嬉しいなって思います。ぜひ、今後ともポジティブモンスター、森風花ちゃん、鷲山かなちゃんの応援よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。森風花のファンタジックパレードはそろそろ終わりの時間ですが、この後22時からは一瞬しかないレディオの放送がありますので、引き続きスカイウェブ FM でお楽しみください。それでは最後はこの曲でお別れです。森風花ちゃんで、森風花ちゃんじゃなくてポジティブモンスターで、スーパーポジティブマジック!それではまた来週、せーの!バイバーイ! バイバーイ!